常にも挨拶していこうかなと思います。狐の姿はない。まさかテレビの中？あれ、おじいさん、あの、あれだよね、あの方ですよね、多分バカの歯でなんかうおーってすごいなんか覚醒した、違うかな。再戦ドロー、ドローの被害もあった。噂か。でも真夜中ラジオ、うん、ちょっと違うけど、まあそんなところ。あ、すりゃ大変、すりゃ大変、ジュース買ってあげてね。保健所に連れて行かれたのだろうか。いないのかな。え、何かの気配がする。あ、いる、よかった。増えてる子供たち、よかった。まさか子供がいるとは、子供がいるとは。この3ヶ月間に何があったし、感じますね。紛らわしい、最後まで紛らわしくてごめんなさい。またまた感じ。素直になりなさい、素直になりなさい。手芸教室、いやいやいや、もうこちらこそ、こちらこそ。うん、手芸教室って、う、すごい、すごいことじゃんそれ。笑う、何、笑うって、笑わない、笑えない。いや、俺は笑わないよ。よかった、先輩、そこは笑うところだろうがよみたいな感じで言われたらどうしようと思った。こちらこそお世話になったよ、感じ。ごめんね、ごめんね、ほんと名字かぶって、俺初めて漢字が出てきた時やり直そうと思ったもん一回最初から。でも最後までやり直さずにここまで来れたのも漢字のおかげだよ。同じ名字同士頑張ろうね。つながっていると思うよ、うん、名字的に。佐野さん、会いに来ましたよ。まあ嬉しいわ。これも何かの縁なのかな。おお、孫さんと住んでるんだ。
ギブアンドテイクね。居場所があった。それならよかった。幸せだからこそ悲しいと思うことがあるか？深いな。なるほどね。じゃあまだまだ頑張らないとね、久野さんも。本当にこの1年ね、恐ろしい事件があって、最近こう思うの。生きてても死んでいても大事なことは変わってないって。いや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 、大丈夫ですよ。ありがとうございます。まあまあ旦那さんにはかなわないかな。でもそれじゃまたね、佐野さん、お世話になりました。あ、フードコート行けるのかな、行ってみよう。陽介くま、本当だよね、確かに平和な稲橋見たの案外初めてかもしれない。本当にこの1年が濃すぎて、俺ももうここ離れていくって考えると、もうね、てかそんなこと想像できないよね。確かに殴り合ったな、青春したよな。そうだよ、俺たちは殴り合う仲なんだから。クマもやる気満々だな。クマ、愛はいらないな、確かに。いや、結構です。なんかないけどね。ないか、または、あの爽やかな子が出てくるだけだよね。いやー、こんな会話をしているのも、今日までか。クマはこのままジェネスで働くのかな、どうなんだろう。どうかな。あとは誰だろう、誰見てないかな。
ここ行ってないよな、堂島さんのこの家の前。あ、いたいた。あ、なんかこの魚の餌をくれる奥さんがいたんですけどね、ここに1日1個お世話になったな。挨拶したかったんだけど。ななこちゃん、あれ、堂島さんには話しかけ、ああできたできた。あ、まだこれから。うん、じゃあ堂島さんたちがやっぱ最後にしないといけないのかな。よし、ちえちゃん、ちえちゃん行きましょう。ちえちゃん、ちょっと怒ってるかな、怒ってるかな。そうかそうか、考えすぎちゃってちょっと前は見てなかったよね。あ、したらね、本、警察官になるには、なんだよなんだよ、今度は主人公がなんかいろいろやらかしていく感じ。大事なものを守るために強くなりたいって言ったよね。そっかそっか。堂島さん、でも厳しいけどそこにはね、優しさがあるからね。え、お話だけ？なんかイベントないの？嘘。マジか。じゃあ堂島さんとこ行きましょう。まあ大体は、うん。いやー、なんかまだ回ってないところもちらほらとありそうなんだけど。うん。そうそう。大丈夫、ちょっと今花粉症で辛いけど大丈夫。うん、ななこちゃんもね。そっか、主人公のもともと住んでるところは都会だから来てもらうっていうのも一つかもしれない。でもなぁ、この稲橋っていうこの街がまたいいんだよなぁ。お兄ちゃんなんだよこの選択肢は、忘れるもんかよ。いや、こちらこそ本当に楽しかったですよ。あー、もうなんか帰ってきたよーとか言って、明後日に帰ってきたい。二つ目の家か、神田。いやいや、照れちゃうな。未成年のうちは許さんぞ。はいはい。挨拶回り。あ、ってことは堂島さん最後である必要はなかったんだ。そうですよね。これも何かの縁なのかな。
本当に平和なユナバス見たのって本当今日が初めて。ここにいたんだ。いや、よく考えたら運動部コミュマックスだったじゃんと思って、学校にはいなかったんでどこにいるかなと思ったらアイアにいました。店主さんとも挨拶しとかないとね。ねえ、ほんと長かったけど、もう今となってはあっという間みたいな、そんなことかな、そんなところかな。いや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 、もう挨拶に回りに回ってるからね今。うん、なんだろう、海外、コウ君も海外に行くの？自分の意思で決めたなら全力で応援するよ。そうか、永瀬さんが一人になっちゃうな今度は。つながってるよな、でもまた会えばいいんだからな。まあ永瀬さんらしくていいよそれが。いやー、ありがたいよね、こうやってこういう言葉をかけてくれる友達がいるって、仲間がいるって。いやー、こうくん、永瀬さんありがとう。そして店主さんもお世話になりました。また今度ちょっとステータスマックスになったんで、また今度スペシャル肉丼いただきに行きます。これで最後だ。はい、どうしよう、なんかまだ回りたいっていうか、ちょっとなんて言うんだろう、思い出作りじゃないけど、なんかこれで終わりって考えると、ちょっとなんかまだ戻りたくないような気がするんで、ちょっとブラブラーってしたいですね。いやー、稲橋いい天気だな。今までで一番いい天気じゃないかってぐらい本当にいい天気だ。え？なんだこれ、ちょっともう一通り見たいなって思って、本当もう一回自宅じゃないか、堂島さんの家の前の通りや、まあ、河川敷とか河原とか一つずつ見て回ってきたんですけど、であとジュネスだけだなと思って、もう一回見ておきたいなと思ってね、全部。何これ、どういうことだろう。でもここで用はないっていうのもおかしいよね。何この選択肢、
ちょっと気になる。よかった。最後ぐらいね、別の方の右のエレベーターが、あ、こっちから見てですよ。右のエレベーターが開いたらどうしようかなと思ったんだけど、よかった。いつものフードコート。ここで会議とかしたよね。スリとかしたよね。お、気づくわ。いや、もうこれ運命だね。ああ、やっと来てたんだ。よかった。なんかこれ、よかった。このイベント多分、見なくてもなんか進んでっちゃうようなやつですよね、多分。思い出の場所だもんね、特捜本部。やっぱ最後はここ見てから帰りたいなって思ったんだよ。先輩、やっぱいたっすね。ここに来ればみんなもいる気がして。明日駅に見送りに行くってことにはなってましたけど、なんか落ち着かなくてここに来ちゃいました。あっという間にみんな勢揃い。なんか結局揃っちまったし、なんか食うか。なんか食べよう。おお、肉食べようか。肉、花村のおごりで。オッケー、大丈夫。肉肉、ほんとうるせえな。いやー、陽介太っ腹、陽介太っ腹。思い出話をした。クマ、こっちの世界に来て本当に楽しかった。クマ、お前の場合存在自体が楽しげだよね。確かにな、存在自体楽しげだよね。実際はまあ楽しいばっかじゃなかったけど、でもこんな充実してたこと今までなかった。うん、充実はしてた。長かったのか、それとも短かったのかな。なんだかあっという間だな。もうこんな風に集まってうんうんうなって推理したりすることもないんだね。思い出、誰かに話したいって思ってもありえないことだらけで誰も信じないよ、ね、まあそうだよね。テレビの中でペルソナで勝ったからね。思えばそういうことの一番最初は知恵が真夜中テレビを教えてくれた時かも。俺も里中から聞いた気がすんな。確かに最初って知恵ちゃんだったよね。里中は噂どこで知ったんだ。誰っていうか風の噂、女子は結構試してる子いたし。へえ。なら一等最初に言い出したのって誰なんすかね。どれだろうね。さあ、偶然体験しちゃった誰かとか。え、なんか音楽止まったんだけど、怖い。真夜中テレビな、考えてみればあれが全部の始まりだよな。確かに。っていうか犯人捕まって霧は晴れたけど、気になること何気にいろいろ消えてないよな。え、そんなこと言われちゃうと気になるよね。向こう側も未だに霧まみれだしさ。誰かわけのわからんやつが悪用するかもしれん。クマ、確かあの雨のなんとか、雨のなんとか、ね、自分が力を授けたって。うつろの森を渡る力を得とくせし者に私はそれを授けた。要するにペルソナ能力に目覚めた者にテレビに入る力を与えたということでしょう。役者とするために。役者とするために。あれ、そういや君、何にもないうちからもういきなりテレビに手潜ったんだよね。ってことは微妙に例外。主人公は例外なのか。てかそうだ、足立と生ためは、あの二人もペルソナ云々よりテレビに入る力の方が先だよね。確かに。
じゃあ先輩やあの二人は何か別のきっかけってこと？なら先輩、絶対なんか思い当たることあるはずっしょ。なんかメンスか？ない。自分だけ例外。ペルソナの覚醒よりも先にテレビに入る力を授けられた。そして足立や生ためも。七子に渡されたものがあった。なんだろう。手紙。手紙。また脅迫状とかじゃねえだろうな。え、足立、足立って、これ拘置所から、足立からか。突然の手紙に驚いてると思う。伝えておきたいことがあってこれを書いています。こうして生き延びたことで分かったこともあるので、僕のゲームは確かに終わった。あの時君たちに言われた通り、この世界のルールに従おうと思ってる。ただ僕は交流の身で、自分じゃ何も後始末ができない。だからせめて君たちが事件について考える助けになれればと思う。実は一つ気になってることがある。